2021年の F1 グランプリでは、ルイス・ハミルトンとマックス・フェルスタッペンのチャンピオン候補2人の度重なる同士打ちが話題になっていますが、F1 の歴史では、過去何度か同士打ちでチャンピオンが決まった過去があります。F1 史上最も悲劇的なシーズンと呼ばれた1994年も疑惑の接触によりタイトルが決まり、さらに当時初タイトルのミハエル・シューマッハとベネトンに多数の不正疑惑がかけられました。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は混沌としたシーズンを象徴するような疑惑のチャンピオン決定戦となった1994年オーストラリアグランプリの接触事故とシューマッハとベネトンにかけられた疑惑の真相について解説していきます。このチャンネルでは F1 やモータースポーツに関する検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。本日はこのような内容を紹介していきます。悲劇のシーズンと呼ばれた1994年の王座争い。1994年の F1 は前年まで急速に拡大した電子制御によるハイテク装備が軒並み禁止となり、ハイテク装備に頼ったマシン開発を行っていたチームに大きな影響を及ぼし、ウィリアムズやマクラーレンといった前年まで電子制御に依存していたチームは序盤戦で苦戦を強いられました。そんな中、あまり電子制御に頼らないマシン作りを行ってきたベネトンは、新レギュレーションで苦戦を強いられるライバルを尻目に、シューマッハが序盤戦で勝利を重ねました。この1994年は、アイルトン・セナ、ローランド・ラッツェンバーガーが犠牲になってしまった、サンマリノグランプリの事故をはじめ、重大事故が多発。シーズン中に安全対策による大幅なレギュレーション変更が行われるなど混迷を極め、史上最悪のシーズンとまで呼ばれました。チャンピオンシップの方はハイテク禁止にうまく対応したベネトンとシューマッハがタイトルレースを独走しましたが、第8戦のイギリスグランプリでシューマッハがチャンピオンを争うライバルウィリアムズのデーモンヒルをフォーメーションラップ中に繰り返し追い抜いたことによるペナルティを無視、失格と2戦の出場停止処分が下り、ベルギーグランプリでも失格になったことなどで中盤に停滞。その間に調子を上げてきたヒルが後半は勝利を重ね、シューマッハに1点差に迫り、どちらが勝っても初の F1 チャンピオンに輝くという状況で最終戦のオーストラリアグランプリを迎えました。またベネトンチームも初のコンストラクターズタイトルがかかっていましたが、ウィリアムズがベネトンを5ポイントリードしている状況で最終戦を迎えました。同士打ちでの最悪のタイトル決定。最終戦オーストラリアグランプリではシューマッハが2番手スタート、ヒルは3番手スタートとなり、ポールスタートのナイジェル・マンセルがホイールスピンを起こしスタートに失敗、5番手まで後退してしまいました。マンセルのスタート失敗によりトップに立ったのはシューマッハ、2番手にヒルが続きます。トップ2台はファステストラップを出し合いながら3位以下を引き離してゆき、トップ争いは2人の一騎打ちの様相を呈していきました。そして36周目2台がターン5のイーストテラスに差し掛かったところでトップのシューマッハがオーバーラン、アウト側にコースオフしてしまいます。市街地コースでエスケープゾーンの少ないアデレードであったことが災いし、右のタイヤをウォールにぶつけてしまいます。これによりシューマッハが一気に失速。このチャンスをヒルは見逃しませんでした。ターン5を抜けるとすぐ逆方向に切り返すターン6で失速したシューマッハのインに飛び込んだのです。しかしコーナーの進入でシューマッハもラインをかぶせ、2台は接触。シューマッハのマシンは宙に浮き上がり、着地の反動でターン6のアウト側のバリアに激突しました。これによりシューマッハがこの時点でリタイア、ヒルがトップに立ち5位以上でフィニッシュすればヒルがチャンピオンでした。しかしヒルのマシンはシューマッハとの接触により左フロントタイヤがパンク、さらにサスペンションアームが折れ曲がっており、ウィリアムズチームは修復不可能と判断。ヒルはピットに戻りリタイアとなりました。これによりシューマッハの F1 初チャンピオン獲得が決定。個人的にはマシンを降りた後のヒルが瞬きすらせず呆然と立ち尽くす様子が印象的で忘れることができません。
そしてレース後、シューマッハとヒルの接触が物議を醸します。接触時のシューマッハのオンボードカメラの映像やマシンの走行ラインなどから、ミスをしてヒルに抜かれると思ったシューマッハがヒルにわざとぶつけたのではないかという声が多く上がったのです。これに対しシューマッハは、ターン5でのミスでウォールにぶつかった際にマシンの挙動がおかしくなり、ターン6でマシンが意図しない動きをしたためヒルにぶつかってしまったとコメント。このシューマッハの主張が真実か否かは本人やごくわずかなものにしか分かりませんが、チャンピオン争いの決着は非常に後味の悪いものとなりました。またベネトンはこのレースで2台ともリタイアしたため、コンストラクターズタイトルはウィリアムズのものとなりました。ベネトン、レギュレーション違反疑惑の真実。またこの年のベネトンのマシン B194 にはこの年から禁止になっていたトラクションコントロールなどの電子制御システムの使用を疑われており、シーズン中の FIA による調査では実際に B194 にローンチコントロールの電子プログラムが組み込まれていたことが分かっていますが、このプログラムを使用した証拠がつかめなかったことから不問となっていました。しかし当時のシューマッハのチームメイトヨス・フェルスタッペンは後年に、電子制御によるドライバーへの補助は存在したと証言しています。ちなみにこの疑惑の調査の際、ベネトンは当初データの提出を拒否しており、提出が遅れて罰金を課せられた経緯があります。これらのことから94年のベネトンのマシンが不正な電子制御を使用していた可能性は大変高いと言えます。またベネトンはこの年から再開したピット作業時の給油時間を短縮するため、供給された給油ホースのフィルターを外していました。これはドイツグランプリでフェルスタッペンがフィルターを外していたことが原因で起きた給油時の火災に巻き込まれたことにより発覚。ベネトンはこれにより1回の給油作業を約1秒早く終えることができていました。これらのことから当時飛ぶ鳥を落とす勢いで下位カテゴリから F1 のトップドライバーまで駆け上がり、 F1 の顔になろうとしていたシューマッハの初タイトルがいわくつきのものになってしまったことは間違いありません。またこの年のシューマッハはフォーメーションラップでヒルの前に出たイギリスグランプリの行為をはじめ、ヒルに対してリスペクトを欠いた行動や発言が多くあったこともあり、メディアやファンの汚いことをして獲得したチャンピオンという論調を強めた要因になったのではないかと思います。この後シューマッハは何度もタイトルを獲得することになりますが、勝負どころで時折見せるダーティーな走りは晩年まで健在でした。また別の機会にはシューマッハが物議を醸した他のレースについても紹介する予定です。いかがだったでしょうか。今回は史上最悪のシーズンと呼ばれた1994年のシューマッハの疑惑のチャンピオンについて解説しました。皆さんも当時の思い出や動画で紹介していないエピソードがあれば、ぜひコメントに残してもらえると幸いです。このチャンネルでは F1 やモータースポーツに関する検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。